二27フレンドシップ n l m シティホッパーのフォッカー二27から500フォッカー二27フレンドシップはオランダのフォッカー社が開発したターボプロップ総発旅客機であるアメリカのフェアチャイルドヒラーでも FH227 としてライセンス生産された1950年代に第二次世界大戦前にデビューし世界各国で使用されたものの このゴロロー級化が進んだベストセラー機であるダグラス DC-3 旅客機を代替する市場を目指して開発された。客室からの視界の良さをアピールするために高翼配置を採用している。ダートエンジンを搭載して28隻の余圧客室を持った原型機は1955年11月24日に初飛行した。生産型では エンジンを高出力のダート528に換装し、胴体を3フィート延長して、テールヘビーの修正を図るとともに、客席数を増加させた。最初の生産が高い27から100は44、座席の機体で、1958年9月にエアリンガスに就航した。また、1956年にアメリカのフェアチャイルドヒラーと契約し、 1958年からライセンス生産が始められた。フェアチャイルドヒラーでライセンス生産された206機を含めて786機が生産された。日本では全日空が1961年から25機を使用し、国内ローカル線に加え同社発の国際定期便となる鹿児島那覇線でも使用された。前期の総飛行距離は延べ1億6000万キロメートルにも、 達し、ピーク時は、全日空の全旅客車の半分がこの機種に登場していたとされる。また、大韓航空が日本への乗り入れに使用した。1980年代には、この機種を近代化した、フォッカー50が登場している。なお、日本航空機製造 IS-11 や、フォーカーシドレー HS748、アントノフア -24 などが、ライバル機であったが、 フォッカー50を含めると最も長く生産された。アメリカ陸軍の C-31、A パキスタン国際航空の k 27、スカンジナビア航空の k 27から600、バリグブラジル航空の FH227、インドネシア空軍機が、墜落住宅地で10人死亡。ありがとうございます。